お前が帰ってくるのを待ってた。少し事務所で話せないか。また任意の事情聴取？次は札持ってくるんじゃなかったか。なんだとこら。野暮なこと言うなよ、八神さん。じゃあ、汚いところですけど。それで、何の用です？検察内部に裏切り者が一人いる。俺が思うにそいつは女だが、ある事件の捜査資料を持ち出した。その資料は、創薬センターの副所長がカムロ町で殴り殺されたって事件のもんだ。あんた、心当たりは？さあ、ありませんね。捜査資料の横流しだと？許せないよな、綾部。同感です。どいつもこいつも警察舐めてやがる。話ってのはそれだけですか？ここんとこ警察もお忙しいでしょうに。他に用がなければもう。明日泉田検事がお前と話したいと言ってる。新谷殺しの件でだ。お前が応じなきゃ逮捕状を請求するとさ。俺を犯人扱いする根拠は？ふん、それは捜査上の秘密だよ。とにかくお前は地検に行って検事と話せ。潔白ならなんてことねえだろ。札が出たらお前だっていろいろ面倒になるんだ。だがその前に自分を弁護するチャンスが来た、そう思えばいい。アドバイスどうも。泉田検事は知らない仲じゃないんだろ？なんで疑われてるのか分かってなきゃ弁護なんてできないよ。じゃあ行けばそれも分かるのか？さあな。そいつは検事の出方による。分かったよ。お互い誤解を解くいい機会かもしれない。明日また連絡する。ここんとこ俺、あの上司にずっと連れ回されててね、まるで身動きが取れねえんだよ。そうらしいな、ご愁傷様。八神さん。ああ、そっちはどんな調子？半年前、橋木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後。